のマラヤーラム語映画で活動する俳優、脚本家、映画監督、映画プロデューサー。ラールの芸名で知られ、映画制作会社ラールメディアアーツを経営している。M.A. ポールとフィロミナの息子として生まれる。父は著名なタブラ奏者であり、兄、アレックス・ポールは作曲家、息子ラール・ジュニアは映画監督として活動している。幼少期からの友人。 シッティーキーと共にカラバワンで演劇のキャリアをスタートさせる。ラールとシッティーキーは後にシッティーキーラールのコンビで映画制作を手掛けるようになった。二人は農家タドフーれたカヌムナッツでファジルの助監督を務め映画業界でのキャリアをスタートさせた。コンビはシッティーキーが監督、ラールが脚本を分担して映画を制作していたが1993年に コンビは解散し、ラールは脚本家から俳優に活動の重点を置くようになった。ただし、コンビ解散後も二人は共同で映画制作を行っており、1996年のヒトラーではプロデューサーとして独立後、初めてシッティーキー監督作品のプロデュースを手掛けた。1997年にジャヤラージのカリアータムで悪役を演じ、俳優デビューした。 2012年に主演を務めたオジムリーでの演技を評価され、ナショナルフィルムアワード審査員特別賞を受賞した。ありがとうございます。